はいどうもパチオです。今日はねちょっと話題にしたいことがすげえあって、まあって言ってもね一つしか喋らないんだけど、元々のね第一候補はね巨人の坂本で、第二候補はね辻元清美だったんですけど、まあそれを差し置いてちょっと自分の話をしていこうかなと思います。まあタイトルでも一応言ってると思いますけど、コメント削除をね人生初めてしました。まあ基本的にね僕はねコメント欄での自由であるべきだと思うんで、まあコメント削除っていうのは今まで一切したことなかったし、まあするつもりもなかったんですが、実際にはね前に炎上した時に一個ね削除しようと思って探したんだけど見つからないコメントっていうのがあったんで、まあやろうとしたのは2回目かなこれで、ということでねその経緯について、ちょっと喋っていこうかなと思います。まああれですよ、小川社長絡みですよ、簡単に言っちゃえば。今日ね、僕は仕事でした。で仕事から帰ってそうだな、まあ、7時ちょい過ぎに解散して、7時半にコンビニに行き、7時半過ぎぐらいに買い物を終えて、で今ねいつも動画を撮影するスーパーのね駐車場にいるんですけど、ここに着いた時にねまあ、仕事中ね、ずっと見ることができなかったYouTube のね通知を見たんですよね。そしたらまあいろんなコメントがあるじゃないですか。まあ今日出したね信長の野望とかにもコメントくださる方がいて、まあそういう方にね返信をしていたんですが、そんな中でねとあるね情報っぽい、コメントがあったんですよね。まあ小川社長にまつわるもんです、リバーズエコンね。ということでこれなんだ、俺はその書いてあることが本当か本当じゃないかっていうことがまず分かんなかったんです。で、ということで、その情報の真偽を確認したくて、まあ、まずね、ツイッターでね、小川社長というか、リバーズエコって入れてね、検索したんですよ。そしたらね、小川社長のね、ツイートがね、まず最初に出てきました。1時間ちょい前だった。1時間前だったか、2時間前だったか、のツイートになってますけど、まあ、その、ね、僕の方の書き込みにまつわる情報でした。でね、僕が思ったのは、まあ、これ、本当か偽、本当の話なのか、嘘の話なのか、わかんないんだけど、嘘の話だった場合、これ間違いなく訴えられて負ける案件だなって思いました。まあ嘘の情報だった場合に、僕に訴えられた、仮に僕に訴えられたとして、100% 負けません。これに関してはもう確信持って言えます。負けることはないんですけど、その書き込んだ方は、おそらく負けるんじゃないかなっていう、もう情報が偽物だった場合にね。で、本物だった場合に、特にこれはメリットがないという状況で、まあ本物だった場合に、まあそれをどうするかどうしないかはわかんないです。でも、もし本物であるならば、ね、リバーズエコさんに、なんか行政からの指導が入ったりとか処分が入ったりするのかな、俺にはちょっとその辺はよくわかんないんですけど、ということで、本当であった場合にも偽物であった場合にもそのコメントがあるということがひょっとしたらよろしくないのではないかという結論に至って僕の人生初の削除ということになりました。もう正直ね、今僕はものすごいイライラしてるというか、コメントを消さなきゃいけなかったという事実にイライラしてる。やっぱね、人がせっかくしてくれたコメント、まあ、一応見るんですよ。まあ、みんなのやつ見てるんですよ。よっぽど炎上してた時のやつはね、ひょっとしたら見れてないやつあるかもしれないけど、まあ、一応すべてのコメントを目を通すんですよ。で、そんな中、まあね、こっちが感想を言えるようなコメントもあるし、なんかこう返事に困るようなコメントもあるんだけど、で、僕の
コメント欄でね、まあ、その、違う人と違う人、僕を介さずに違う人と違う人で会話してるやつもあるから、ああ、そんな感じの流れなんだ、みたいな感じで見てるんですけど、あ、ここ入った方がいいかな、入らん方がいいかな、なんて思いながら、そのまんま、ね、見逃してるやつもありますけど、やっぱね、本当のことであってもちょっと微妙かなっていう、嘘だったらもう完全にアウトだしっていうこともあるんですよ。でね、やっぱね、その風説のルフっていうのはね、ちょっと危険でね、だからその真偽がどうかっていうのはね、きっちり判断してほしいと思う。で、僕のね、なんならその、僕のね、風説をルフされてる状態なんで、僕、まあそれ、ひょっとしたらね、もう削除されてるかもしれないですけど、まあね、お前も訴えてやるっていう話になったら、いやいや、あなたこそって僕はそのね、スクショ撮ったやつをね、そのまんまお渡しするだけなんですけど、いや、って言ってもね、やっぱその事業主と、僕は一労働者の一人ですから、いや、その辺でやっぱ被害額が違ってくるんで、まあ、五分五分で当たった場合ね、交通事故でもそうじゃないですか。軽自動車と外車当たってさ、その、五分五分ですっていう話になったって、軽自動車側の方が外車の修理費を出すってなったら、ものすごいことになるじゃないですか。まあ、それと一緒でね。やっぱそういう、ひょっとしたら自分が不利になる可能性のあることっていうのはね、やっぱ、自分からは動かない方がいいと思うんですよね。っていうことで僕はね、基本的には黙るという、行動に出てるわけなんですが、まあね、やっぱさ、何かあったら口を出したいこともあるんですよ。ここのとこ一週間も、僕はね、自分の、いや、もう気になり出しちゃったもんだから、自分の名前はね、エゴサーチしてみたりとか、まあちょっと他のワードをね、エゴサーチしてみたりとかするとね、やっぱ僕の悪口書いてるやついるんですよ。で、ね、バレないと思ってんだろうね。で、僕が見てないと思ってるんだろうね。見えちゃってんのよっていうのあんだけど。で、さ、やっぱその、炎上したっていうのもあるもんだからさ、リバーズエコさんのやつもさ、ちょっとエゴサーチしてみたりなんかすんのよ。で、やっぱね、いろいろやり取りしてんの見て、ああって、まあ、感想は言いませんけど、僕の感想は、ああなんですよ。そんな感じだったりするんだけど、やっぱこうやってさ、本当か偽物か分かんない情報っていうのに触れたときに、どうするのかっていうのは、まあ、僕の判断が問われるとこじゃないですか。それこそ、ね、今、名古屋市内で、ね、犯罪者が暴れていますっていう情報がさ、僕のとこに書き込まれた。で、それを拡散するしないっていうのあるじゃん。やっぱその書き込みがあったら、やっぱ確認するよ、自分で。他にそういうことを言ってる人がいないのかいないのか、いるのかいないのか。で、そういう話だったら、やっぱり書き込み、みんなするじゃん。で、それなのに、誰一人情報がないっていう話になったら、あ、それ嘘だよっていうことで消すこともあるしね。まあ、そればっかりはね、ちょっとご勘弁願いたいというか、うん、悪意があってやって、でないかもしれないけど、悪意がなくたってあかん可能性もあるからね。それこそね、道路交通法なんかでもね、知らなかったでは済まされないって、まあ確かにこれはあることなんで、まあということでね、僕は今回は、削除に至ったと、まあ削除までの時間は、15分か20分くらいかな、ということで、ね。やっぱりね、その情報を精査するのに時間かかりますからね。あ、本当か嘘か分かんねえや、消そうとは僕はならないんで、ちゃんと確認するんですよ、こういうのっていう感じで、ということでね、今回の話でしたということでね、まあ、坂本の話とかしたかったな。まあ、僕アンチ巨人なんでね、坂本くんのあれやこれやにはものすごい興味があるんですよね。
バットの打棒の方にね期待してるんですけどとかそういう話、うん、まあそんな冗談は顔だけにしとけっていう話で、今回は終わりにしたいと思います。はい、以上パチオでした。バイバイ。